はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。特級呪物ペッシ大根。そんなわけでこれより前の動画にこちらね、 SH フィギュアーズの虎杖悠仁を紹介してると思いますけど、今回はこの虎杖と一緒に届いたこちらの紹介、呪術廻戦よりプロっぷりか特級呪物両面宿儺の指、こちらのヤバい指の紹介です。そんなわけでまずは箱の方ですけど、だいぶインパクトがすごいね。パッケージの正面にデカデカと指が書いてあって、後ろのこれは宿儺の状態だね。下の方のまぶたも開いてるから、スクナがこうなんかベロの上に指を乗っけてるという状態、ちょっぴりあの音楽の方のキングクリムゾンのジャケットみたい。そして箱の裏はどっちが裏か表かちょっと分かんないんだけど、逆サイドはアニメイラストの両面スクナがだいぶ見下しています。見下してるスクナの視線の先には指、どっちみち両方ともスクナの顔が書いてあるんだ。そうして箱の横の方にはセット内容、両面スクナの指と口に入れないでくださいという注意書きね。そう、作中で主人公の虎杖悠仁がこのスクナの指を食べるというか飲み込むことで、パッケージにも書いてある両面スクナっていう呪いの王を受肉するっていうね、そういうアイテムで、今回この指以外にもボディーシールってものが入ってくるっぽいね。ボディーシールは同じ柄が3枚ついてくるんだ。箱に書いてあるお兄さんみたいな感じで、両面スクナのこの顔に書いてあるなんだろう、文様的なものを顔に貼り付けることができるっていうやつ。ほんじゃこちら中身を見ていきましょう。まず正面に書いてあるこの辺はなんだろう、スリーブ的な感じで、これを取るとずーっと木箱のようになっています。木箱で中心部分になんかお札みたいなものが貼ってあって、調べてみた感じ多分サイマ音的って書いてあるはず。ただこれアニメ版だからか、上のサイっていう字がちょっと違っていて、漫画の中だとこのサイの文字が人弁ではなくて手編になってるんですよね。事情はわかんないけど、多分アニメの方ではあえてここを変えてるんじゃないかな。まあ、そんな文字が書かれていて、全体的に木箱感だけど、一応プロプリカっていう文字は入ってますね。まあでもいろいろこの必要事項の方はスリーブに書いていたからね、文字は入ってるけど箱の裏までちゃんと木箱っぽくなっています。さあそんなわけで再びねこちら中身を見ていきましょう。さあそれでは特級呪物両面宿儺の指オープン。おお、すごいね、ちゃんとこの辺も劇中に押してある。内側のブリスターは多分なんか布のイメージなんだろうけど、やたらなんかテカテカしてるから臓物感が否めないな。そしてど真ん中にはおそらく中に宿儺が入ってあるであろうお札的なやつ、結構長めの包帯的なお札が巻きついてるんですよね。まあでもたださすがに1本が巻きついてるっていう感じではなくて、この柄の1枚の紙で包んであるっていう感じですね。遠目から見るとなんか小さい焼き芋が入っていそうで、シール、あれシール、これ内側に、あ、取れるんだ。これ内側のやつが取れて、あ、入ってるね。付け方説明書ついてるわ。なんともまがまがしいシールが3枚と説明書。説明書の方にはなんか図はないけど、ボディーシールの貼り方は一応書いてあるわ。それ以外のことはなんか注意事項とかそんなことしか書いてないかな。今回のスクナの指プロプリカって言っても特になんか音声的なギミックはないからね。ほんじゃ封印を解いちゃいましょうか。よいしょっと。おー、さらにこれはただのあの破損防止の梱包だ。さすがは特級呪物、梱包の方も念入りだわ。ほんじゃ改めて本体がこちら、ほいっと、うわすげえ、まがまがしいしめちゃくちゃリアル。去年の魂ネーションのイベントに出してもらった時に実物はチラッと見たんだけど、関節の位置とかサイズ的にもほんと1分の1だわ。というわけでこちら両面宿儺の指を詳しく見ていきましょう。はい、というわけで両面宿儺の指、ちゃんと宿儺の指ですね。全体的にカラーの方が赤黒くなっていて、爪なんかも真っ黒でかなりとんがっていますからね。爪とかに入ってるこういう筋とかもすごいリアル。まあでも一応ギリギリ構造は人間っぽく、ちゃんと関節がありますね。特に人間と変わらず第1と第2の関節で、第2関節のあたりに黒い穴が開いてるんだけど、この辺がシミラクラ現象っていう感じで、だいぶ顔に見えますね。怨念がこもってるというか、なんかだいぶ苦痛の表情みたいな、だいぶ辛そうなもののけ姫の小玉。まあ、今回は特にそういうギミックはないけど、音が出るギミックがあるとしたらここがスピーカーになるだろうね。で、指先から付け根の方に行くと、なんかだいぶボコボコしてる。この辺まで来るとなんか指っていうより樹木に見えてくる。実際これなんか枝というか葉っぱみたいなものもついてるからね。で、根元の方がなんとなく根っこみたいな感じになっています。で、裏から見ると関節のところに一応シャドウが吹かれていて、だいぶ立体的で、指の方がなんか普通の人間と違ってこうなんか年輪型の指紋がないね。指の方は細かく横じわが入ってるぐらい、まあ、この辺もだいぶ異形な感じがしますね。あとそうだな、飾り方としては自立はちょっとあれだな、直立させるのはまあ
無理そうだな。一応3点で支えられそうなんだけど、特に何も支えなしだとこれ単体で自立させるのは多分無理だね。まあ、あと活用法とすればこんな風に虎杖悠仁のフィギュアと並べてみたり、あとはこんな風に顔両面スクナーの状態にしてこう上に座らせてみてもいいかもね。フィギュアーツの虎杖悠仁と組み合わせるのが一番ちょうどいいかもしんない。まあ、あとは僕ちょっと持っていないけど、おしゃれに指輪なんか通したりして指輪置きにしてもいいかもしんない。あと昨今のねハイパー強強化石の影響でさ、非接触というかたくさん人が触るようなボタンを押したくないなっていう時、両面スクナーの指を持ち歩いてこうやってねカチッと自分で触らずにスイッチを押すこともできますね。使い道は本当もう無限大ですよ。次はこの3枚入ってるボディシール。3枚も入ってるから1枚ぐらいなんか使ってみるか。とりあえずこのアングルで説明がしやすいよね。この手の甲につけるか。まずは貼る場所の肌の油分とか水分を拭き取っておく。でハサミで貼りたいパーツを切り離す。とりあえずこの大きく開けてる口と目を貼ってみるか。ほっぺたのあたりとかにも出てきたりはしていたけど、とりあえず説明がしやすいようにやっぱり手だ。これでパーツを切り離して、この点線のところもなんか入ったりしないような、点線部分は細かく切っておこう。で切り取ったシールの表面についている透明のフィルムを剥がす。確かにもうこの時点で粘着力まあまああるわ。で今このちょっとくっついてるシールの絵柄の方を貼りたい場所にこうくっつける。これで肌のところにペタッと貼り付けて、ほんで常温の水だとかぬるま湯をたっぷり染み込ませたタオル等を裏紙の上からシール全体に20秒押し当てる。裏紙全体に十分に水を含ませてください。濡れタオルをこうやって上にかぶせてギュッと、まあ、全体にねこう染み込ませる感じで20秒、1、2、10、20、染み込んだのかな。これでいいだかや。あーなんかちょっと透けてる感じはあるけど、これでこの裏紙を剥がせば肌にひっついているはず。ちょっとどうなってるかわかんないから、ゆっくりねゆっくりやってみよう。どうでしょう。おあーちょっと浮いてる。いけるかよ。おーいけた。ちょっと手のシワの方は目立つけど、ちゃんと両面スクナーのシールが貼れました。俺の手の甲から諏訪部純一さんの声がしてくんのかな。おなんか言ってる。ジョルノくんだっけ。立ってるのもなんだからここ座んなよ。お茶でも飲んで話でもしようや。声もセリフも違う気がするけど、なんかそれっぽい感じのことは喋ってくれたね。はい、というわけで今回は呪術廻戦よりプロプリカの特級呪物両面スクナーの紹介をしてきましたが、いかがだったでしょうか。ほんとただただリアルな両面スクナーの指というシンプル具合、無理に音声ギミックを仕込んでいないっていうところがまあ逆に良かったね。まああとこういう体に貼れるボディシールなんかもついてきて、なんだろうね、両面スクナーなりきりセットみたいな感じなのかな。虎杖悠仁これをなんかすぐパクッと飲み込んだのすごいよね。僕なんかデカめのホルモン飲み込むのも躊躇するタイプだからね。もちろん飲み込んじゃいけないし、これ真似しない方がいいんだけど、ちょっとね口の中に入れる素振りだけやってみるか。よし、2歩目だからな。よっ。あ、無理だ。こんな。あ、無理だね。後ろのところとかめっちゃ喉に引っかかりそうだし。まあでもせっかくだから味も見ておこう。第二関節。無味。無味だということが分かったんで、ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。